こんにちは、ハンソン・ハンジュです。えー、ゴイラーから見た音楽理論というね、ウクレ,レに特化した音楽理論書の、えー、それに連動したゴイランチャンネル、えー、今日で記念すべき10回目です。えー、10回も本当にありがとうねえ、えー、アシスタントはね、もちろん、パグのパンゴちゃんです。あ、待って、ギャラをね、容器してますんで、まああげる。あよしねパンゴムも10回も本当にありがとうございます。ねそう、このね、 えっと、まあ、ごいろんチャンネル、えー、今日で10回目なんですけども、今日でね、一旦ね、初級編が終わりです。ね、今までいろんなことやってきましたがね、えー、今日までの10回で、えー、まずね、超基本的なこと、すべて終わりますんでね、ぜひ、今日まで、しっかりと、付き合ってください。じゃあ、早速、やっていきます。えー、今日何をやるかっていうと、コードネーム。ね、コードネーム。コードネームってなんだ ね、コードの名前でよ。あのー、要はあの、ね、あの楽譜とか歌棒にさ C とか C C に M があったり C に7があったりさ C になんかディミニッシュとかさよくいろんなもんあるじゃん。その、あのー、コードの表記の仕方を今日はしっかりやります。これね意外とねみんなね勘違いしてるんでこれしっかりとやってきますんで早速いきましょう。ねあのご異論 的にははコーードととラーメンという、えー、きてがありますこれはねあのまだこう前回とか見てない方はコードがラーメンということがまだ分かってない人はぜひ、えー、前のご理論チャンネルを見てねそれじゃあちゃんと勉強してから、えー、この10回目一緒に行きましょうで早速いきます、えー、まずね、えー、コードネームってこういうのあるじゃんアルファベットがドーンとあるやつとか アルファベットのの大文字になんか小文字字に小 M があるやつまずこれが何かこれはね要はねメジャーコードとマイナーコードの違いなんですね A だけ、まあ、これが例えば C でも G でもさいろんなあれがあるけど例えば今日 A でやるけど A だけのコードネームっていうのは A メジャーコードのことなんですよでもメジャーコードがまあ一応基本的にはメインなんで あ,のあえてここにメジャーですよということは書きません省略しますなんでただのアルファベットの大文字はそのアルファベットをルートとしたメジャーコードねってことを大原則覚えてくださいで今度 M 小文字の M これがついてるというのは、えー、とマイナーコードといま意味ですマイナーコードではどんなコードかっちいうと,、えー、とコードはまあドミソの3つが基本で えー、その、土味噌の身が半音下がっとるということね。えー、これをね、ご理論的に言えば、土が麺、身がスープ、素が丼で、スープの温度が下がるとさ、夏しか食べれん、マイナーなメニュー、冷やし中華になるじゃん。ね。だから、この小文字っちうのは冷やし中華の証ね。これはね、土味噌の身が下がってますよ、ってこと。土味噌に下がってますってこと。なんで、まず、一番、 重要な大きな大きな分類としてはメジャーコーーーココドドとマイナーコードがありますで小文字の M はマイナーコードの証なんでここ5回線用に話します OK ですかじゃあ続いてなんかね違うコードネームが出てきますよほらきたこのまさっきのちっちゃい M じゃなくて大きい M 大文字の M とかさ数字の7って何だって話 これいきましょうこれはご理論的に言うとチャードみそがっとチャーシューなしの、えっと、麺とスープと丼だけのラーメンでこの7というのはチャーシューであることねチャーシューは7度なんでねでこの A の 7A7 って読むんだけど A というさっきのメジャーコードに7という音が加わってますって意味だよこれ。 A というメジャーコードは、えっと、A をドとした、ド、ミ、ソの3つを重ねた音。それに、7というのを足した音。7っていうと、なんか、死に感じるじゃん。でも、コードネーム上は、普通の7というのは、死のフラットのことなんで、これすごく重要です。ね、死じゃなくて死のフラットね、ただの7は。なんで、これは A、A プラス、 セブンスノートセブンスノートっていうのは、死のフラットなんで間違いないようにね。なんで、これは、ドミソに死のフラットです。じゃあこの、A のでっかい M の7ってなんだこれは実は、A というメジャーコードに、M7、これメジャー7って読むんだけど、メジャー7の音が加わったってこと。 メジャーセブンというのは、さっきのセブンスの半音上げ、あの、上というか、まあ、普通のシのことを、あえてわざわざメジャーセブンって言います。ね。普通の7は半音下がったシのこと。メジャーセブンとわざわざつけるときは、普通のシのことなんで、これ絶対間違いない。ね、間違いちゃダメだよ。ね、もう一回言うと、A のメジャーセブン、A メジャーセブンって読むんだけど、これは、ここで分かれてんの。分かる ?A とメジャーセブンで分かれてます。 A というメジャーコードにメジャーセブンという音つまり C が加わっています A というメジャーセブンコードというのは A を音としたドミソにメジャーセブンは C なんでドミソ C が A メジャーセブンねここで分かいていますで逆に今度ねさっきの A マイナー小文字の M が来ましたね A マイナーセブンっというん分だけどこれ何かというと A マイナーで一個の区切るね。さっきのこれ。これ。これのこと。マイナーコードね。この A マイナーで区切ったやつにセブンスが加わってます。セブンスってのはこれのセブンスと一緒ね。なんで、何ですかこれは死のフラットね。なんでこれは A マイナーにセブンスが加わった音、あ、コード。A マイナープラスセブンスね。なんでこれは、えっ、ー、と A マイナーが、えっ、ー、と、A をドとした銅。 2が半音下がったフラットで「ソ」プラスセブンスっちゅうのは「し」の半音下がった音なんで「シフラット」なんでド,ドゴリドン的に言えばドマソセねドマソセうんこれちょっと難しいかなえっとマイナーの音は「ま」でセブンスを決める音は「セっていうふうにまあ語彙論が勝手に名前ついたんでねまあドマソセなんですけどもここでね A メジャーセブンと A マイナーセブンってさ同じ M なのに 小文字と大文字で指す音が全然違うんよ。要はね、関係ないんだよね。大文字の M っていうのは、M と7がグループになってます。ここで分かれてね。A というメジャーコードにメジャーセブンという音が加わった。4が加わったと。今度、Am というのは Am というコードにセブンスが加わったとと。なここに境界線がありますね。なんでこれね、 すげえわかりにくいんですよ。ね。なんでほんとね、ポイントは、M が小文字か大文字かによって全く違うってことをし,しっかりと意識してね。大文字の時は、チャーシューの方ね。あの、チャーシューの方。メジャーセブンという半音下がってない詞が加わるってことで、この小文字の M というのは A マイナーということね。つまり、 ラーメンでスープが下がっているってことを意味するのが小文字の M で大文字の M はチャーシューの種類がおしゃれですよってことねなんでこのメジャーセブンとセブンスがまあ対になるってことね要はねこっちのただの,の7っていうのセブンスっていうのは半音下がったちょっとブルージーなねワイルドなチャーシューと思ってくださいでこのメジャーセブンというのは半音下がらない下がっとらん普通の4で イメージで言えばトロトロ,トロトロなねちょっとおしゃれなチャーシューそれと同じように A7 っていうのはちょっとブルージーでワイルドな音がするので A メジャー7ってスのはちょっとおしゃれな音がしますで a マイナーセブンっていうのは a マイナーという冷やし中華にちょっとブルージーなセブンスのチャーシューを加えたってことなんでこれねすんげえ重要だし多くの人が間違って覚えていますんで 今日はね、これだけのためにこのゴリロンチャンネルボリューム10を使いますね。で、これで一応、ゴリロンの超初級編は終わりです。ここまでマスターするだけでも、だいぶいろんなことができるようになりますんでね。ぜひね、ちょっと復習をお願いします。で、あのー、ゴリロンちゃん、ゴリロン出版プロジェクト、クラウドファンディングももう1週間経ってね、もう60何までね、達成させてもらってます。 本当、ね、皆さんのおかげでありがとうございます、ね、このままねとりあえず第1段階のね、えー、目標をクリアしてあの印刷に向けての具体的な準備を始めたいんで、えー、引き続き応援お願いします。でこの「ゴリロン出版プロジェクト、えー、クラウドファンディング」でこの,あの企画を知ってくれて「ああじゃあウクレレ買ってみよう」とかさそういうね友達とかね、あのー、仲間が結構おって。じゃあ初めてウクレレを 触る人ののためのもう超スーパーパ初心者向けゴリルを、ね、ちょっと次回からやっていこうと思います。で例えば、まあ、ウクレレの持ち方とかさどうど、どの指で弾くんだとかさ、チューニングでなんだろうとかさ、だかそういうね、すんげえ簡単な、もう処方の処方をえ次回からやっていきますんで、あのー、引き続きよろしくお願いします。じゃあね、今日こんな感じで、えー、終わりますがね。 ちょっとまああの原、ー、でくパンコちゃんね今日ちょっと今日はレレチャリなんでこれレ,レチャリ行く前に緊急で撮ってますんでさらっと撮っれて回りますから、ね、よしいよしおじゃあまゴールデンゴリオンボリュームゴリオンチャンネルボリュームテーマ終了ですえ当んハンサムハンスとアシスタントのパグのパンコちゃんでしたバイバイ